四隅都市室型噴球墓は、弥生時代中期以降、紀々、山陰、北陸の各地方で行われた防災で、方形噴球墓の四隅が人手のように飛び出した、得意な形の大型噴球墓で、その都市粒に、吹石や小石を施すという噴墓形態である。四隅都市室型弥生噴球墓とも呼称する。杉谷四5分現在の調査では、 やよい中期後半の広島県の三次盆地に最も古い例が見られる。やよい後期紅葉から見まさか、ビンゴの北部地域や後期後半から出雲、方期を中心にした山陰地方に広まった。北陸では少し遅れの都半島などで作られている。源流は今のところ判明していないが、ハリー方形部から発展したという可能性もある。山陰地方すなわち、 日本海側を中心に約90基が確認されている。北陸地方では現在までに計八基が知られている。墳球墓側面には張石を張り巡らし、規模は後の前期古墳の規模に近づくなど、古墳時代以前の母性では最も土木技術が駆使されており、日本海沿岸という広域で墓型の規格化が進んでいた。このことから山陰北陸にわたる 日本海沿岸の文化交流圏内市は、山東県以前に成立していた王県を想定する、論者もいる。また、最も集中的に存在する島根県安木市では、古墳時代前期に、全国的にも抜きんでた大型方墳が造営されるが、四隅都市型墳丘墓の延長線上に築かれた、ものと考える者も,もおり、出雲国造化とのつながりを指摘する者も,もいる。 大城奮求母沖島では、唯一の四隅突出質型奮求母。広島県三好市周辺の9期、岡山県津山市周辺2期、島根県の東部19期、鳥取県6期、石川県1期、富山県1期で、計38期が知られている。また、県別分布では、総数103期で、島根県39期、鳥取県28期、福井県3期、石川県1期、 富山県10基広島県17基、岡山県1基、兵庫県2基、福島県2基ともする。最初に確認された四隅都市質があった方分は、島根県大南町水穂の順位原1号分であり、1969年に確認された。北陸地方では1974年に、富山市、杉谷の杉谷4号分が確認されたのが最初である。最も発展した。 時期の様相は、例えば、島根県安来市、荒島地域にある中千寺8.9号母、宮山4号母、安陽寺1.3号母などに副装品や小石から、ハリー市への構造の変化に発展系列が見られ、古墳時代を先取りした高度な土木技術が用いられている。3世紀前後の時期では、島根県出雲市の大型母、西谷3号母、2号母、4号母、9号母、 小型母として、青木、中野美穂、西谷1号6号墓と前述した安木市の荒島墳墓群や鳥取県の西葛美墳急墓,墓が代表的大型墳急墓である。大型墓は限られた丘陵などに類外的に築造されている。これらの大型墓の被装者は限られた地域を支配したのではなく、その平野周辺に影響力を及ぼしたものと推測される。このように、 弥生後期には、出雲の西と東に、大きな政治勢力が形成されたものと、考えられている。また、大規模な墳糾墓と木々のて付き墳糾墓がほぼ、同時期に存在したと推測されている。そして、西谷3号墳糾墓の埋葬施設が、て付き墳糾墓のそれと同じような構造の木格墓で、あり、埋葬後の儀礼に用いた土器の中に、木々の特殊機代、 特殊壺や山陰東部や北陸南部からの機台、高月などが大量に混入していた。山陰の四隅都市津型は都市津部に1メートルほどの石を使っているものがあるが、北陸の四隅都市津型は石を使っていない。四隅都市津型が似ているということは、山陰地方東部から北陸地方南部にかけての主張の間に強い結びつきがあり、政治的勢力の同盟関係があったのではないかと。 推測できる。さらに、日々の場合も同様なことが考えられる。これら、山陰の四隅都市室墳急墓は、古墳時代になると、西谷墳墓群の繁栄は止まり、東部の安木では、古墳時代の最初の巨大方墳として発達してゆく、この地域の市張の繁栄は、奈良時代前期まで続いたと考えられている。ありがとうございます。